にちは、フェリシティです。今は2018年の11月27日です。つまりドリームキャスト発売からちょうど20周年になりました。すなわちシェンムをしてからもちょうど丸20年ということになります。月日が経つのは早いもんですね。技を、この絵からすると手技か。この絵からすると足技か。今日はどうしようかな。今日の文化、いきなりドブ板。まだやってない。犬だ。まあ犬は走り去っていくとして、犬のプロフィールを紹介しましょう。犬、茶色、1980年、6歳、オス、82センチ、21キログラム、住宅街やドブ板をうろき回っている犬である。首輪がないところから察するに、野良犬のようであるが、誰かが定期的に餌をやり、手入れをしているらしく、妙に血やがいい。あるいは散歩に連れて行く時間を惜しむ飼い主が適当な時間だけ鎖を外して、その間だけ話しているのかもしれない。おじさん。よう、リオちゃんか。この辺で中国人に詳しそうな人って。中国人か。そうだな。お、父さんがいるじゃないか。アジイチの親父さんだよ。リョウちゃんもよく行くだろう。ええ。中国人のことなら父さんに聞くのが一番だよ。わかりました。じゃあ葵さんを。葵マスカル、1937年1月22日、49歳、水亀座 AB 型、163センチ、69キログラム、ドブ板の八百屋、八百勝の店主。小さな頃から悪ガキで、15歳ですでに極道と呼ばれる貫禄があった。八百屋の仕事は母親任せで、ギャンブルに入れ込んでいた父の背中を見て育ったせいかもしれない。近所の野田新吉、田村博士を子分に従え、喧嘩にも精を出し、横浜横須賀近辺に名のある悪道はほぼ締め上げていた。そんなバカな生活も、マサルが高校2年生の時に母親が過労で倒れたことで一変、迷わずに高校を中退して父親と2人で店の仕事をするようになった。しかし自腹争えず、親子2人でその日の売り上げを全て飲み尽くすか、駆け尽くしてすっからかんにする毎日。そんな生活が10年以上も続き、いい加減将来が心配になった父親は、とにかくお金のことをしっかりやってくれる嫁をと強引にマサルにくっつけたのが今の女房ヨシエである。
殴られたら殴り返す気性の強い女子にはさすがのマサルも歯が立たず、最近はギャンブルも控えめになった。たまに昔の仲間と繰り出す飲み屋でのカラオケが最高の安らぎである。昔は飲むと暴れるので嫌われたが、今は飲むとマイクを離さないので嫌われている。ああ、カラオケでガンガン歌いたいね。冒頭の文章はチェッカーズのギザギザハートの子守歌の歌詞を一歩先に進めたようなお人だって僕のコメントが書いてありますね。これは本当にシェームパスポートに書いてあった文章ですよ。さあどうしようかな、行っちゃおうかな。でもテレビ番組でも紹介された自然な会話が聞けます。とおじさん、はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしたあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が。はい。あ、いや、中国人みんな悪い人間と違うあるよ。わかってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たちわからない。そうですか。あんた山東の人たち教えるよろしい。ああ、山東。山東、山東って三つの刀と書いて山東言うある。三つの商売意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売やる。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああ、そうか。日本に来て商売する中国人、大体三頭ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら山東に聞くよろしい。この辺りにいる山東の人たちって。床屋さんなら前田さん、仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、料理人なら満腹券に聞くよろしい。なんで劉さんの方を紹介してるんだろうな。山東の人なら中国人のことよく知ってるある。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある。ああ、ちゃんとそれは分かってたんだね。最近店開けてないよ。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹券ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。では、藤多吉、1936年3月22日、50歳。50歳？お羊座 B 型、165センチ、69キログラム、中華料理店アジイチの店主で台湾高雄出身の料理人。15歳で中国本土広東省海宝の料理店海鮮酒家で修行後、22歳で日本に渡る。日本では横浜中華街の和明楼で修行、26歳の時に横須賀でアジイチを開店する。女房の林家とは馬明楼の修行時代に知り合った仲である。子供ができなかったためか弟子のワンを猫可愛がりする林家とは最近意見が対立することも。味礼儀に厳しく一徹であるが基本的には気のいいおじさんであります。
この料理の音がとてもいいですね。セリフのこもり具合とは比べて。当林家、1938年8月25日、48歳。乙女座 A 型、160センチ、50キログラム。中国料理店アジイチの店員で、当多吉の妻。広東省慶州の出身。父、兄ともに料理人という家庭に生まれ育った。19歳の時、叔父が働いている横浜バネーローで勤め始め、現在の夫である多吉と知り合う。若い頃は美人だ、すごい美人だったらしい。本人だ。開店当時は本格派料理一辺倒だった味一のメニューに広東風家庭料理を盛り込み、地元密着型の店舗にしたのは林家の手腕によるところが大きく、結構かかあ殿下であるらしい。いつも店の奥にいることが多いため、なかなか近くで見られない。もちろん話しかけるとアップにはなるけれど。野村さんがラーメン食べてる。野村さん。ああ、りょうくんか。毎日寒いな。そうですね。あら、ワンがどっか行っちゃったよ。せっかくなので野村さんのと思ったら、ちょっといいかな。ごめんなさいね、私男の人って苦手なの。どこかその辺で聞いてくれる？このシェンムーの女子高生テンプレートの会話の、すいませんけど、声かけるなら他の子にして。すいません。お、いらっしゃい。忙しいですか？いや、それがね、思ったほどお客さんが来なくてね。独立したはいいんだけど、厳しいね、客商売は。味には自信あるんだよ、うちのバーガー。ビーフもバンズもいいもの使ってるし、ピクルスなんか自家製だよ。そうですか。そうですか。ホットドッグ売ってる車あるだろ。あそこには負けたくないよ、本当に。それじゃあ急ぐんで。妙な外人がやってるホットドッグ屋、あそこよりは美味しいはずだよ、絶対。青木元幸、1952年2月15日生まれ、34歳。水瓶座 A 型、168センチ62キログラム。バーガーショップファニーベアの店主。なぜ店の名前が熊なのかは分からずじまい、時々言葉を濁す。やばい立場かも。売り上げが悪いことも何かとぼやいています。元銀行員で脱サラしてハンバーガーショップを始めた。最初は素人同然だったが、日々研究を重ね、ついには全日本ハンバーガー選手権アマチュアの部で優勝するほどの腕前を持った。ただ営業が下手で、それをカバーしようと最近では新製品の開発をしては失敗するという悪循環を繰り返している。売上が悪くても危機感を抱かないのは、開店資金及び運営資金を銀行時代の上司から出してもらっているためであり、その上司の決定的な弱みを握っているらしい。恐喝かな。ちょっとトロフィーを出すために占いを。ようこそ占いの館へ。すいません。お困りのようですね。ええ、
では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう。運命の糸をお願いします。ではというトロフィーを獲得しました。見えてきました。この町に古くから住む人があなたの助けとなることでしょう。リュウさんだ。そうですか。他にも何か占いますか。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。よ。あ、お兄ちゃん、野球しよう。ごめん、後でな。この子かわいそうなんですよ。りょうこちゃん。はい、いらっしゃいませ。大石さんは？おじいちゃん用事で出かけてます。いつ頃戻るかな。ちょっとわかりません。そうか。おじいちゃんは？おじいちゃんはいませんよ。お店のことはおじいちゃんに聞いてね。そうか。じゃあこの子を西澤涼子、1977年7月14日、7歳、蟹座 A 型、126cm、33kg、 骨董屋文化堂の大石さんの孫娘で、大石さんが不在の時は店番をしている。両親のしつけが行き届いているため、9歳という年齢の割には礼儀正しく言葉遣いも丁寧である。読書好きで、店番をしている時もよく本を読んでいる。骨董に関しても かなり目が肥えてきているんじゃないかなって僕の感想です。技書を買っていきましょう。これもらえるかな。はい、ありがとうございます。これ秘伝書って言って、読んで練習すると強くなれるっておじいちゃんが言ってました。こういうものも5万円ぐらいで売ってたら面白かったかもしれませんね。3000円か。これもらえるかな。はい、ありがとうございます。それ難しい本ですけど、武術やってる人には貴重なものらしいです。りょうこちゃん。おじいちゃん用事で出かけてます。いつ戻るかわかりません。また来るよ。
今来たのは誰だったんだろうな。あ、じゃあ今日はここまでと。のりこちゃんのプロフィールを読みましょう。中村。何？何してたんだ？ん？考え事してた。エイちゃん受験勉強してるのかなって。田島が心配か？うん、ちょっとね。そうか。じゃあ、またな。うん、またね。話せない。中村のりこ、1968年6月19日生まれ、18歳、双子座大型、161cm、48kg。 原崎のぞみと田島恵里の親友で寮の幼なじみ。寮とは中村葉月くんと呼び合う。おっとりしている反面、妙に鋭いところがあり、誰も気づかなかったことに敏感に反応したりする不思議な女の子である。性的野中の女王。理数系と体育が大の苦手で、いつも赤点すれすれ。しかし文系は大の得意で、常に学年で3位に入っている。そんな彼女は子供も大好き。幼い頃から将来の夢は保母さんと決めていた。現在教育学部の受験に向けて、のぞみやヘリと共に予備校に通いつつ勉強に励んでいる。行っちゃったよ、デージオブブラザーズの。ちょっといいですか？ごめんごめん。探し事なら町の人に。酔ってないね、さすがに。わかりました。この人は夜会わないと意味がないね。美奈子さん。ごめん、これから用があるんだ。じゃあ糸井さんに。あの、よう、いらっしゃい。おじさん、三藤って知ってます？りょうちゃん、誰から聞いた？父さんからです。そっかそっか。それで三藤関係の中国人を探してるんです。だったらりゅうさんに聞いてみなさい。りゅうさんですか？そうそう、理髪店の。わかりました。でも糸井さん、どうして三島？昔中国人だったからだよ。先に言えよ。日本に帰化したんだ。中国にいた時の名は、そう、ケンジン。そうだったんですか。ありがとうございました。それじゃあ。おじさん、ワッペンってのは紋章って意味なんだ。知ってたかい？また来ます。よ、答えなさいよ。ワッペンってのはドイツ語なんだよ。かっこいいだろ。じゃあ。なんか反応しなさいよ。糸井武吉。1913年2月26日生まれ、73歳、魚座大型、155cm、 58kg。 ドブ板唯一のワッペン屋マリー商会を営む老人。根っからの職人気質でワッペン作りに誇りを持っている。以前は長男の家族と暮らしていたが、息子が仕事で九州に赴任しているため、73歳という高齢にもかかわらず寂しい一人暮らしを送っている。で、ここから僕の文章、加えた文章。実はもともと中国人で、寮が中国人を探しているときには何も知らないようなふりをしていたのに、見つかってから中国人であったことを明かす。
少々意地悪なお方。でもまあ、まあでも日本に住む中国人としていろいろ苦労なさったのかもしれませんないですね。許してあげちゃう。蘇建人という中国名もあるようですが、ほとんど形だけでのものだったみたいです。すいません。小峰さん。おお、りょうちゃん。小峰さん、龍理髪店ってどっちでしたっけ。龍？前田さんじゃなくてかい。ええ。ちょっと心当たりないな。商店街の人なんだからそのくらいわかるでしょ。小峰さん、龍理髪店は悪いけどちょっと心当たりないな。そうですか、ありがとうございました。では、小峰博美、1951年11月27日、35歳、射手座大型、170センチ、75キログラム、ドブ板通りのパン屋さん。結局、専務パスポートの情報だけ読みますね。パン屋小峰ベーカリーの店主、横須賀出身。パンにこだわりを持つ職人気質。川崎の超精密機械関連会社のサラリーマンを経験後、8年前に脱サラし、現在の店を開業した。もともと手先が器用で根気のある性格のため、パン屋は天職に思える。人、特に子供が喜ぶ顔を見るのが大好き。が好きで、オリジナルパンの創作を続けるのもひとえにそれが見たいからである。日夜新作パンの開発に精魂を傾けるが、最近はライバルのトムのホットドッグ、青木のハンバーガーやボブズピザたちの流星に苦労も絶えない毎日である。そんな小峰のカンフル剤は娘のこの一言、パパのパン大好きだそうです。バイク止めちゃってましたね。ミキさん。ハロー。龍理髪店ってどっちでしたっけ。龍？ああ、ウォータードラゴンの先だよ。ジーンズ屋の。わかりました。ありがとうございました。店主がいないな。ゆり子さん。あら、りょうくん、今日は何してるの。龍理髪店へ行くところです。ああ、裏通りの方のお店ね。ミキさんがっかりするんじゃない。いや、散髪じゃないんです。ちょっと用があって行くだけで。よかった。前田さんとこおじさんもミキさんも暇そうにしてたから。このゆり子さんの声を担当してるのが、そうですか、シェンム2で公衆への声を担当してる出口佳代さんですね。ゆり子さん、あの龍理髪店ってよく知らないのよ。ミキさんから話を聞いたことがあるだけなの。裏通りの桜ヶ丘へ行く途中にあるんです。そうなの。今日12月5日か。これはどうしよう。一応せっかくなので、マイカップ、山岸さん。おお、亮君か。こんな時間にどうしたんですか。この技伝授の部分って、ドリームキャストではビジュアルメモリにコマンドが表示されてたんで分かりやすかったんですけど、これはどうなるんでしょうね。
古武術を習っておってな、君の父上とよく手合わせをしたもんだ。手合わせの後はいつも二人して飲んだからな。おお、そうだ、こんな技を習ったことはあるかね。え、見ておきたまえ。その技は？山岸さん、その技は？昔岩尾君にも教えた古武術の技だ。親父に？古来より意気投合した武術家同士は互いに技を交換して友情を深めたんだよ。ちょうどいい、これも何かの縁だろう。君に教えようと思うがどうかね。ぜひお願いします。うん、だったら善は急げだ。今ここで教えよう。古武術の重ね当てという技だ。まず型を説明する。よく見ておくんだぞ。まず一歩前進し、同時に腕と足に力を込め長打を放つ。これが重ね当てだ。まずは体さばきからやってみなさい。素早く重心を前に移すんだ。よし、いい感じだ。次は全身と同時に腕と足に力を込め長打を放つのだ。さあやってみなさい。どういうボタン入っちゃったのか。前進しておらんぞ。上出来だ。この三角丸がパンチ効くかと思いましたよ。なかなか筋がいい。ありがとうございます。この重ね当ては戦国時代に編み出されたもの。長いな。章を二度続けて当てることで鎧を着た相手にも衝撃が伝わるよう工夫されている。本当に身についたかどうかもう少し練習するかね。やめる。いえ、もう大丈夫だと思います。そうか、まあ君なら大丈夫だろう。しっかり精進するんだぞ。はい、ありがとうございました。いつの日か君とも酒を酌み交わしたいものだな。ええ、その日を楽しみにしているよ。あのちょっと、気安く声かけんじゃねえよ。かけんじゃねえよ。こう言われるのが結構好きです。山下さんじゃなくて山岸さんがもう家に帰っている。達也。よ、兄ちゃん、どっか行くの？龍理髪店さ、達也も行ったことあるだろ。ないよ、だって僕母ちゃんに切ってもらってるもん。電動バリカンなんだ。すごいだろ。そうか、すごいな。すごいな。
さん。野村さん。ああ、リョウ君か。何してんだい。ええ、リュウ理髪店に用があって。リュウ？そういや、ちょっと前にリュウさんって一家が越してきたらしいぜ。その人は？噂に聞いただけで詳しいことは知らねえんだ。そうですか。ここにリュウさん二家族いますからね。野村さん、あのリュウ理髪店ってドブ板の裏の方の緑の看板の店か。ええ、誰かに聞いたな。そういや。そうですか。さすがタクシーの運転手さんだから。野村貢、1941年7月9日、45歳、桜ヶ丘公園の自宅までタクシーを磨いている人。斉藤交通に勤めるタクシー歴27年のベテランドライバーだが、複雑な家庭の悩みを抱え、勤務状況があまり良くない。昼間からドブ板をブラブラしたり、昼寝するかと思えば夜になるとブラッと仕事に出ている。原因は家出した一人娘の幸恵にある。幸恵なのかな、幸恵なのかな。東京に行くと荷物を抱えて飛び出して早半年、音沙汰がないのだ。責任のなすりつけ合いでただでさえ悪かった妻の妙子との夫婦仲も悪くなる一方で、もう喧嘩をする生活にも疲れて果てた。歩合制の給料も激減し、今や家庭崩壊寸前だが、まだ桜ヶ丘の住人たちは誰もこのことを知らない。もうちょっとまんべんなく行きたかったと思うんですけど。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように。いえ、違うんです。中国人のことをお聞きしたくて。あなたは。葉月と言います。山の瀬の葉月武官の。葉月さん。ほら、あなた新聞に出てた雪の日の。ああ、いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち3頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は2世なので、あなたのご期待には。あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない。ああ、そうか。その方は80になる私の父です。黒川だかビニールだか知らないですけど、この疾患がすごいですよね。確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところなんですよ。いろいろあって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか。ピンピンしてますよ。スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。スズメ公園ですか。ぐるっとドブ板を一周散歩して。それがちょっと褒められないところがあるんですよね、あのおじいさん。ありがとうございます。行って訪ねてみます。この理髪店の小物関連がすごくよくできてて。本当は今日は安倍商店でくじ引きに専念しようと思ってたんですけどね。あら、電気がついた。いないみたいだな。今電気ついたばっかりなのに。
歩いているだけで一応名前も分かってるんですけども、それの紹介のしどころが難しいですね。また寿司食べに来ましたね、ゆり子さんが。はるさんは店にいる時でいいし、すいません。はいはい。いえ、買い物じゃなくて。なんだ、違うのかい。ならすまないが、模様替えで手が離せないんだよ。何それ。お一人願おうか。じゃあまた。すいません。はい、なんだい。いえ、買い物じゃなくて。なんだ、違うのかい。じゃあ悪いけど、在庫整理で手が離せないんだ。お引き取り願おうか。失礼します。この方は本田宗一、1938年8月15日生まれ、48歳、獅子座 A 型、178センチ、69キログラム。本田宗一郎じゃなくて宗一なんですよね。薬や本田薬局の店長。はっきり言って人に話しかけるのを嫌っていそうな人。地方の薬科大学院を卒業後、大学院の薬剤師の一人として就職。16年間真面目に働いていたが、5年前院長の手術ミスや国からの補助金着服疑惑をきっかけとした病院閉鎖に巻き込まれ職を失う。同時に妻と2人の子供たちも別れ別れに。1年間の自暴自棄の生活の中、友人が紹介してくれたチェーン店の薬屋の薬剤師の職にありつく。大学院時代に比べて給料は安いが、独り身には十分と決意。しかし勤務先が横須賀ドブ板と聞き、早くも断念しかけるが、他にも職もないため、しぶしぶし出向いている。チェーン店なのに本田薬局なの。これは話しかけられない。レージオブブラザーズの一人なんですけども、話せない。すいません。どうも。ゆっくりしていけるんでしょ。いえ、客じゃないので。失礼します。いいんだ。すいません。申し訳ないが、後にしてくれんかの。失礼だけど、年いくつ？すまないけど、帰ってもらえるかな。わかりました。じゃあ、これで。わかりました。じゃあ、めったに来ることもないんで。どうしようかな。また今度。Bさんだけでも、と思ったけど。Buongiorno, Leo. Pizza, すぐできるです。いや、いいよ。おー、急いでるですね。
のぞみとデートですか？いや、スズメ公園に行きたいんだ。場所を知ってるか？お蕎麦屋さん近くです。のぞみとデート、いいですね。じゃあまた。ボブズピザなのにマリオマリオ・グリアーニ、1938年8月いや9月5日48歳、乙女座大型、182cm 120kg。 ボブズピザの店長兼コックをしている日本びいきのイタリア人。リオと話すときには必ずのぞみのことを持ち出してくる。弟と共にミラノでも有名なピッツァリアのコックをしていたが、5年前妻桃子の故郷である日本にやってきてドブ板に店を構える。パン屋の小峰さんに少し妬まれているとはおそらく一生気づかないかもしれませんという一言が書き加われてます。辰巳さんがラーメン食べてる。あの、ご注文どうぞ。あ、いえ。辰巳さん。お、どうも。今、いいですか？今度でいいだろ。そうですか。餃子か。では店主の山本純子、1947年12月12日生まれ、38歳、ラーメン屋万福軒の女店主。大恋愛の末に結婚した中国人の店主とは死別している。生前スープの味で勝負したいと語っていた店主の希望通り、万福軒のラーメンはとことんスープの味にこだわっている。メニューこそ少ないものの、そのこだわりの味には遠方からの多くのファンが通い詰めるほど。そんな多忙の中、ふと時間が空いたとき、純子は手を止めて遠くを見つめる。このとき彼女の心は亡き弟と過ごした楽しかった時代に戻っているのであろう。そのまま辰巳さんの方の紹介を。なんか帰りそうな感じだな。辰巳隆二、1960年3月7日生まれ、26歳、魚座 B 型、166cm 68kg、 モヒカン狩りの男。おそらく時代背景からして北斗の拳に多大な影響を受けたに違いないですって。これは私の追加文章。フリギアウォータードラゴンの店員。独特のファッションセンスを持ち、ヴィンテージものに詳しい。だがあまりにも好みがマニアックなため、ドブ板通りの人々には多少敬遠されているようである。密かに盗品をさばいているとの怪しげな噂もあ、ごめんね、当選簿しちゃって。結構太ってますね。68キロには見えないけどな今の感じだと。ちょっと今用があるから、話は後でね。ええ、そんじゃバーイ。失礼します。いやー、分かってはいましたけど、つくづく本当に人の多いゲームですよ。プレイステーション4を買ったのは2017年な
夏なんですけども、原崎、葉月くん、ドラゴンクエスト11とファイナルファンタジー15かな、その2つぐらいしかまともにやったゲームはないです。で、ファイナルファンタジー15はファイナルファンタジー6以来もう20何年ぶりかにファイナルファンタジーをやったんですけども、まあどうなんでしょうね、まあ面白かったかといえば、まあよくできてたゲームではあったんですけども、ちょっと話的には納得できないものがありましたね。で、このシェンムーでいう、いわゆる NPC なんですけども、はっきり言ってファミコン時代と変わってないですね。むしろなんかこちらからアクションを起こせなくなってしまって、なんかそれ以下にものようにも感じます。その通りすがればなんか話しかける声はするんですけども、なんか本当に背景に混ざってるような感じで、ちょっと住んでる人々はこのシェンムには遠く及ばない感じでした。まあただこの世界が広いってのはすごく良かったですね。このシェンムーではちょっと再現できなかった部分が結構、まあ、街じゃないですけどちゃんと世界が地続きで広いところがあるっていうのはそれだけかな、褒められたのは。今日はほら気持ちいいだろ、今日はここすっ飛ばしてきたからな、早く名前つけないと。どうだ、食べるか。そんな慌てなくてもいいよ。桜田くんが夜遊びして帰ってきた。だいぶ遅くなったな。よよ、やっぱ夜になると冷え込むな。ああまあな、俺もう帰るけどさ、早く帰った方がいいぜ亮。そうだな、じゃあもっともです。またな。ああまたな。もしもし、原崎さん。あ、
くん、どうしたの？ちょっといいか？まだ起きてるんだ。原崎の両親って？うん、まだバンクーバーよ。寂しくないか？初めは寂しかったけど、おばあちゃんと一緒だし、今は友達もいるし、それに。それに？うん、私ここ好きだから。そうか。何か用があったんじゃないの？いや、いいんだ。またな。うん、またね。電話番号間違ったかと思ったけど、ちゃんと繋がった。また中身のない一日を過ごしてしまった。